What's up? 筋肉早くです。さあ今日は英語も学べる筋肉解剖学足編いきたいと思います。またスティーブお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は足ですね。なかなか足って筋肉イメージがつかない人が多いと思います。基本的に筋繊維の向きとかが上半身だとそのまま関節から関節に向かって筋繊維の向きがついたりするんですけど、足はそうじゃない向きの筋肉もあります。羽状筋っていう筋肉があるので、こんな筋肉もあるんだな程度で見てみてください。大腿四頭筋、英語で言うとクワドビセプス。はい、じゃあ大腿四頭筋どんな感じでついてるか見ていきましょう。黄色ついてるのが内側広筋、青ついてるのが外側広筋、そしてこの下書いてないんだけど出てこないところ中間広筋っていうのがあります。で緑で書いてるのが大腿直筋です。基本的には膝を伸ばすための筋肉です。なんだけどこの緑の大腿直筋だけ股関節をまたいで骨盤の方までついてるので、二関節筋、膝を伸ばすだけじゃなくて股関節を上げる動き、大腿直筋だけこの股関節屈曲の動きが入ります。内側広筋、外側広筋使い分けることができます。内側広筋をより使いたいときは、例えばレッグエクステンションとかするときにはつま先を外に向けた状態でレッグエクステンションを行うと内側広筋を使いやすくなります。つま先を内向きにしてエクステンションを行っていくと外側広筋を使いやすくなります。ただあまりにも重い重さ無理にやっちゃうと膝関節負担かかって痛くなってしまうので無理はしないようにしましょう。大腿直筋、英語で言うとレクトゥスフェモリス。内側広筋、英語で言うとメディアルバスタス。外側広筋、英語で言うとバスタスラテラリス。また別の言い方があります。ハムストリングスみたいな言い方で、俗称ですかねっていうとスイップ、スイップっていうらしいですね。この外の膨らみに関しては。大腿二頭筋、英語で言うとバイセプスフェモリス。はい、英語でも日本語でもハムストリングスっていうけど、これも俗称ですね。そうですね、ハムストリングスは骨盤の下の方から膝をまたいですねの横の方についてます。どちらも二関節筋ですね。膝固定したまま黄色の方近く曲げていくと、もちろん黄色の方が使いやすくなります。じゃあ今度黒を使いやすくするためには内側にかかとを持ってくるようにすると、これだけで使い分けができるようになります。大内転筋、英語で言うとアダプターロングス。はい、大内転筋ですね。大内転筋は骨盤の真ん中の恥骨から太ももの骨の後ろの方についてきているので、こんな感じについてます。大殿筋、英語で言うとグリテウスマクシムスマッスル。これも俗称があるね。そうですね、グルーツ。はい、グルーツ。グルーツだと結構海外の動画でも言ってると思います。あんまりグルテウスマキシムスはあんまり日常では言わないけど、ね、結構日本語でもお尻って言ったり大殿筋がさってあんまり言わないから、そういう感覚だと思ってください。はい、大殿筋ですね。大殿筋は骨盤上の方から少し斜めにこの辺りの腱にくっついてます。なのでメインの動き、スクワットとかいろんなので使われたりするんだけど、メインの動きとしてはこの股関節伸展の動きで、この動きで大殿筋縮めて伸ばして、この動きができます。歩行筋、英語で言うとサートリウスマッスル。はい、歩行筋ですね。歩行筋は骨盤の前面、前に触れる部分から足の内側を通ってすねの内側についてきます。で、こことここなので
基本的な機能としては大腿直筋と同じ股関節屈曲の動きになります。腓腹筋英語で言うとガストクニミウス、ヒラメ筋英語で言うとソラリウスマスム、はい、この2つふくらはぎの筋肉だけど、ふくらはぎ英語で言うとカールズ、はい、ここも言い方が2つありますね。学校でも習ったと思うけど、単数形と複数形で読みが変わる、文字が変わる単語があります。それがカーブスもそうで、単数形で言うとカーフ、複数形で言うとカーブス、はい、どっちも結構動画とか海外の選手見てると言ってます。でもインスタグラムのタグとかで見ると複数形の方が多いのかな。そうですね、確かに一番多いと思います。はい、なのでどっちか迷った時は複数形を使うといいみたいです。はい、ではふくらはぎですね。こちら腓腹筋、こちらヒラメ筋です。ヒラメ筋の方が深層部にあって、かなり外側から全体的についてるような形。ヒラメ筋もここは骨じゃなくて腱になって、アキレス腱となってかかとまでついてます。腓腹筋に関しては左右2つあるもので、ここもまた腱になってくっついてるんだけど、表面の腓腹筋だけ膝関節またいで太ももの骨についてます。なのでふくらはぎ鍛えるのはカーフレイズ、かかとを上げ下げする動きで、どちらも鍛えることができるんだけど、こっちの腓腹筋に関しては膝を曲げる動きにも関わってきます。なので座った状態で行うカーフレイズはヒラメ筋の関与がより強くなります。はい、いかがでしたでしょうか。結構足の筋肉はそのまま骨についてるっていうよりは、骨から始まって腱になってまとまってくっついてたりするので、そこでなんとなくイメージがぐちゃぐちゃになっちゃったりするかもしれません。ただ形としてはこんな感じでついてるので、ただ膝を曲げ伸ばしするための筋肉というよりは股関節も関わってきたり、足首を動かすだけの筋肉っていうよりは膝関節も関与してきたりっていう、ちょっとした細かいところもあったりします。あとはこうひねったりするので働きが変わったりもするので、そういうところもこの筋肉のつき方でどこをどう動かすと近づくのか、そういう感じで見てもらうと、どっちの方が使いやすくなるのかなっていうのが分かりやすくなると思います。動画のリクエスト、チャンネル登録お待ちしてます。ではまた。I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't.